またやってまいりましたけど、今回ね何もしなかったね浩平さんがやってくれるっていうことで仕方ない。今日は何作ってくれるんですか？スピード感あるもんやっぱ大事だ。すぐ食べたいじゃないですか、まあ、僕今回食べたいじゃなくて飲む方で。もう料理じゃないねそれね飲む方。何飲むって？飲む、あとジュース。ああ、ジュースよくないですか？ジュース、フレッシュな。今逆に欲しいね。はい、家庭としたらあれです、バナナジュースです。ああ、体の中に酵素とか取り入れることによって、はい、その代謝とかも良くなるし、うんうん、やっぱあなたの場合ね、臓器が良そう臓器ない。簡単に言うと、まあお腹のこう、まあなんていうんですか、お通じ。あ、そんな感じお通じよく出てきた。消化不良とかをなくしてくれたり。あ、実際俺お通じの方がいい方なんですけど。あ、本当に良さそうですね作っていきましょう。じゃあ洗っていきましょうか。はい、これ1分ちゃんとやんないと。1分投げない金取れるの1分らしいのすげえな。まずこれね、バナナジュースなんですけど、まあ、ちょっとブルーベリー入れようかなと思って。おー、いいね。ブルーベリー、ブルーベリーとバナナ一緒に入れる。ブル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 、アイアイブルーベリー、アイアイブルー。なんか一言ください、浩平さん。え、あの、切って。なんでだよ。メガネはなんでつけてるの？おしゃれです。はい、バナナね。とりあえずもうめくっていきましょう。うん。ああ、それ包丁で切るんだ。なんか痛って思っちゃう、これ。いや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 だから使えないボケするんじゃないよ、あなたは。どう見ても使えないよ。同じでお砂糖入れていきましょう。雑でいいです、雑で。もう雑で。あ、もうミキサーで混ぜちゃう。そう、まあ確かにね。まあでもね、こだわりたい人はまあここみじん切りをさせて。はい、ブルーベリー入れていきたいと思います。なかった今。おー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 、汁よ、汁で出てきた。おい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 、え、これどんな切れるの？まあまあ適当に。いやもう汁入りすぎだよ。バナナジュースじゃなくなっちゃうよ。今回あの豆乳でいきたいと思います。はい、調整豆乳でいきたいと思います。あのね、豆乳の方がとろみが出るんですよ、バナナジュース。うんうんうん。いやー、うまそう。じゃあやっていきたいと思います。おー、カメラにミキサーの中にいるみたいな実況やめて。バナナの気持ちだから。バナナの気持ちみたいな、やめて。うわ、いい色。お、完成。終わり。早ない？浩平さん、ごめん、ルネサンスしてくださいよ。どういうこと？あ、ルネサンス。うっ、まあ、じゃあ、もう本当にお好みでね、蜂蜜ね、蜂蜜上から入れてもらったりとかして、後から入れるのは何か理由があるんですか？特にないっす。はい、そういうわけでね、今回浩平さんがウーバーイーツでーす。ウーバー。はい、というわけでね、今回は浩平さんが作ってくれたこのバナナジュースを実食していきたいんですけども。5分ですか？めっちゃいいでしょ。うん、おお、バナナ、めっちゃバナナよ。せーの、ルネサンス。うわ、めっちゃ好き。すごい、トロトロしてる。うん、あー、ええわ。もう飲んだ瞬間から健康になっとった。いいな、ミキサー買おうかな。なんか毎朝ご飯食べる前にこれ飲む、うん、で、お腹をリセットする。で、一日のリセットをしてからご飯を食べることによって、あの、吸収率が。いやー、聞きますよ、リセットですって。いや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 、汚い育ち。シェイクだけっていうわけにはいかないですからね、うん、これだけだと。まあ飲み物だから、やっぱ食べるものを提供したい、俺は。なるほどね。で、今回、まあ、シャルフンチにたこ焼き器があるっていうことで、浩平の好きな食べ物なんすか？たこ焼き？まあそうだよ、たこ焼き器がある。違う。あ、屋台とかでさ、あったらさ、ベビーカステラ。そう、うん、そのベビーカステラをたこ焼き器で今回この後作りたいと思います。ゆうやずキッチン始まるよ。はい、ということで、前回に引き続き、浩平の大好きな食べ物ベビーカステラを今回俺が作りたいと思います。よいしょ。よいしょ。いや、これね、ベビーカステラマジで簡単なんですよ。もう本当に誰でもできる。猿でもできるし、旬でもできるんよ。本当もう誰でもできるから、本当にこれは覚えといて。猿でも豚でもってこと？そうそうそう。マジか。はい、じゃあ材料説明いってきまーす。卵一つですね。牛乳が大さじ2です。油が大さじ2で、こちらのパンケーキミックスが 150g、うん、ちょうどこれ半分のものありますんで、うん、今回これ使っていきたいと思います。それではやっていこう。
まず卵を割っていきます。はい、上手。得意のね。で、大さじ2っすね。牛乳大さじ2。出すぎやろ、この牛乳。この牛乳勢いよくない？じゃあ油いくよ。油いきます。よいしょ。だからいや、これはいけるよ。あ、でもちょっと出ちゃったから、少なめで。大さじが、お、大さじなので、あとは混ぜるだけよ。で、これで混ざったなって、一発になったなって思ったら、パスとはパンケーキミックス 150g です。今回これ全部入れます。蜂蜜に忘れてました。どんなルールみたいなの、なんだろう、思んない、思んない。熱い熱いって、熱いってお前言えや、お前これ熱っ。油を張っていきたいと思います。いいんじゃないの、こうやって。じゃあやっていこうか。せーの、せーの、ひと思いになれ。いきます。はい、どう、結構ドロってる、ドロってる。あ、入れすぎかも、ちょっと入れすぎ。じゃあ、動画ではね、半分。OK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 。もうちょっと牛乳足す。焦げてるよ。確かに。早っ。温度、温度、温度。温度が高いんだ。温度とかないよ。温度ないの、この辺のやつね。焦げてるかな。焦げてるね、完全にね。こと。本当に。ブルー。中ブルー。ここに。あ、いい感じじゃない？なんでさ、もうちょっと低くやってよ。いろんなとこかかってんのよ。それではね、ゆうやしプレゼンツのベビーカステラになりますよ。なんか黒玉やっぱりみたいな。なんで俺？いただきます。あ、何も次かけないでね。だから、もうさ、あ、めっちゃうまいよ。黒いいっすね。うまい、うまい、うまい。意外とうまい、うん、はい、ということでね、4本分ね、取ったということで、どうでした？この短時間でね、うん、美味しいものずっと食ってられるんだもん、ね、幸せな企画ですよ。はい、ということで、楽しかったですね、うん、楽しかったですね、うん、またぜひやりたいと思いますんで、はい、次回も楽しみにしてください。はい、以上、ウザーズキッチンでした。ごちそうさまでした。ありがとう、みんなありがとう。場所